大阪もんってめっちゃうまいね。なんでって歴史とこだわりが詰まってるからやで。みんなで大阪を応援しよう。カモン大阪もん。大阪もん応援サポーターの矢野パンと田口真理です。この番組は大阪で収穫生産された農林水産物、いわゆる大阪もんや、時代を超えて愛され続ける加工品、いわゆる大阪もん名品の魅力を余すところなく紹介し、美味しくいただいちゃう番組です。ということで今回は10月7日に船場センタービル15館地下1階で行われた大阪地酒船場バルフェスタの様子をお届け。大阪の酒蔵のお酒と飲食店自慢の一品をご紹介します。それではカモン大阪もんスタートです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ今回は船場センタービルのこの10号館からお送りするわけですけども、はいはい、さっきまでねイベントをやっておりました。はい、その名も、はい、大阪地酒船場バルフェスタ。僕らがね、はい、あの司会もさせていただいて、はい、このイベントも大盛況の中すごかった ね、 ねもうまさかあのセレモニーにあんなたくさんね集まってくださるとは。いやこれやっぱり日本酒って酒っていうのは盛り上がってきてるっていうのが肌で感じられます、まあ、去年も私たちも参加させてもらいましたけども、今年よりパワーアップしてるみたいなんで。そうらしいです、ね、はい、ただ僕たちは飲んで食べるだけでございます。それを皆さんに見ていただきます。もうお酒入ってる。ちょっとだけ入ってます、ね、乾杯で入ってるよね。じゃあ行きます。じゃあ行きましょう。どこ行く。やっぱ去年より多いよ人。本日は10月1日は日本酒の日の乾杯イベントということで、本当にたくさんの方に参加いただきましてありがとうございます。我々は、清らかな水から稲を育て、そのお米から日本酒を作り、国家安寧、五穀豊穣、家内安全ということを、まあ、神様にお祈りして参ったわけでございます。だからこそ乾杯は日本酒でやりたいというところからこの事業も始まっております。今日は最後まで楽しんでいっていただけますようにどうぞよろしくお願い申し上げます。ぜひ大阪のお酒をですねご愛いただいて、共に盛り上げていただきたいと思います。それではご唱和ください。はい、乾杯。乾杯。やっぱ去年より多いよ人。肌感で多いわ、ね、増えたはりますよ、ね、今井さんや。今井さん、こんにちは。チケット持ってチケット持ってる。大盛況や。どないどない。こちら片野市のお酒、片野桜ですよ。どう、何をペアリングしてはるんですか。おかみが作った4品からお任せで、ね、手作りの、ね、ポールでも入って入って。お、入っていいじゃん。もうそんな、僕はお酒が飲みたいだけなんです。あ、どうもすいません。ここは、どんなお酒でどんなあてを食べさせてもらえるんですか。あ、はい、あの今日は1日限りのおかみということでやらせていただいてまして、はい、あのこちらの山野酒造さんの片野桜ですね。会長とか。会長よ。あ、そう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 、ね、じゃあやっぱりまずは乾杯ですね。そうですね。それでは乾杯。わあ、おいしい。酒してるな。でも香りがすごくいいですね。ね、広がる、キレがあるっていうのが分かる、うん、華やかやけどスッてこう、うん、味が消えていく感じがね、キレがある。これがキレがあるなんや、うん、なるほど。いただきます。うん、うん、あ、いや、ね、合いますね。しっかりとしたお酒なんで。でもどうですか今井さん、このイベントは。これね、もう何回目か、6回目か7回目ですけど、うん、グッとこう増えてきましたね。あ、やっぱそれはやっぱ思われますか。感じます感じます。お最初なんてもうパラパラですよ。もう
なんかね、若い方が日本酒、ね、飲みに来られてるの多いって、ピアノパンさんも。圧倒的に増えてる。早いて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 何で聞かせてくれた食べたもん聞かせてくれたありがとう2人で尻尾にやっとってユニフォームも一緒やし。あのすいません、これ番組じゃないですか、これ番組や。え、番組終わりの飲み会してるの。パンさん、待ってや。ちょっと待って、え、小エビ天ぷら、うわ、いいですねここもあるよ、ここも純米吟醸の、あ、秋しか秋しか、あ、言ってた秋しか、お作り、あ、ここお寿司居酒屋さんなんや。一心さん、こちらのお店はどういったお店なんですか。寿司居酒屋をさせていただいてるんですけど、お寿司をメインにお肉料理も豊富にご用意させていただいてます。あ、じゃあお魚からお肉まで、はい、いろんな一品も一品も、はい。なぜ一心という。一心はもう一人一人のお客様に心を込めてという意味で。じゃあお作りですよね、はい、はい、と、僕は萌えシャンドンで萌えシャンドンあるんでご用意しちゃっていいですか秋しかね。これ500円の量、これすごくないですか。そう、なみなみときた。あ、うわー、純米吟醸の良さ、華やかで香りが高いね。あー、美味しい。なんかお酒がそんなに得意じゃない方でも、うん、くくっていける感じや、ね、くくくっといっちゃうと思う。失礼いたします。あー、すごい。三種も三種です。はい、ブリブリなやつ三種かやはい、すいません。あ、嬉しい。ちょっとこれセットで500円。はい、大盤振る舞いです採算度外視でしょ。いえいえ、お客様のために。はい、いただきます。いただきます。まずはこの、いや、ちゃんとこうやってね、身分厚いんよ。うん、タイ。確かに、タイです。これ歯ごたえあるやん、しっかり、うん、噛んだらタイの旨味出るやん。ハマチです。ハマチタイ新鮮で美味しいですね。ありがとうございます。早っ。次いってきます。ありがとうございます。待ってよ。もう一枚使って待ちましょう。あ、そうっすね。そうっすね。上手やな。このイベント楽しいわ新鮮、安心、お値打ちな農水産物が揃う産直市場よってって。生産者と消費者の橋渡し役として豊かな食生活をご提供します。さあ、山野会長、はい、もうね、去年も大盛況のこのイベントでしたけれども、はい、また今年もということですね。素晴らしかったです ね、はい、ね、会長が思うこの日本酒の魅力、うんうん、これを簡単に言うとどうですか。どうなんでしょう、やっぱり料理と一番相性が合う世界の酒って言えば日本酒が一番ね、唇に当たる材質やとかその薄さとか、そんなんで入り方でもう全然感触が変わるので、最初乾杯はそういう香りのあるそのお酒そのものを楽しむものを飲んで、で八寸やいろいろこう順番にこう味がだんだん料理も濃くなってきますから、例えば最後のまあ肉やとかメインのそういうものが出てくる時にはやっぱそれに負けないごつい酒というか濃い酒というか、はいはい、どっしりとしたお酒を選ぶ、はい、そういうお酒を選ぶっていう風に。今回大阪の地酒のイベントということですけども、はい、その大阪の地酒 その特徴というのはどういったところなんでしょうか。はい、あの昔から酒蔵のあるところはその米どころで米だけがいいっていうんじゃなしに、うん、昔は、まあ、あの水車で米をついていたわけですから急坂というか水の急なところがあってとか、うん、まあ、いろんな条件が重なってくるので、うん、どうしても山沿いに発達してきたので、うん、今大阪で残ってる酒蔵も全部能勢から始まってずっと、生駒山系桂木山系通って和歌山の方まで山沿いに点在しているのが大阪のお酒なんです。
大阪地酒ってどんな味って言われるんですけど、意外と地域性ないんです。蔵による個性が激しいんで、地域的な味わいの持っていき方っていうのはないですね。はい、地域性がないっていうのは、まあ、逆にいろんな種類のそういうお酒が楽しめるよっていうことなんですかね。そうですね。じゃあ、まあ今回みたいにその美味しいお食事とじゃあこれ合わせてみようみたいな、なんかそういう感じでこういろいろと自分の好きなものを探していくみたいな、はい、あ、もちろんもちろん、はい、ぜひあの飲まれる温度やとか保管やとかいろんなことを考えて、まあ試していっていただきたいなと思います。はい、試しましょう、はい、もう自分の好きなやつ探します。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いいね、いいね。もう楽しいわ。やっぱ日本酒のさ、うん、お刺身、はい、お作り最高。間違いないのよ。ほんまに。やっぱ改めてだから日本酒って和に合うなっていうのを、いやほんま感じたよね。もうすでにさ2つとも違うよね。あ、違う違う。わあ。いや、ずっとね。遅い遅い遅い。遅い。何何何。あ、こちらもあるやん。何がしてんの？炒めた豚バラ。うわ、豚バラや。え、豚バラ肉に日本酒合わすんですか？そうです。うわ、焼きたて、いや、焼きたて、はい、炙りたて、はいはい、では、緑市さん、はい、ちょっと特別に入れさせていただきます。あらあら、持ちましょうか、ほな。いいですか？はい、すいません。はや、はや、はや。入れたけどいい？いいの？すごいね。嬉しい。乾杯。乾杯。はい、うわ、やっぱ原酒だけにしっかりしてる。しっかりしてる、確かに。ね。味がすごい。パンチがある。うん。でもやっぱこのパンチがあるのはやっぱり味濃いお肉と合うにゃっていうことやと会長言ってたわ。あ、ほんまや。パンチのあるお酒がお肉に合うって。タレがうまい、うん、脂が甘い、甘い脂、うわー合うね、ね、うん、濃い部分が、うん、スーッとお酒で流れていく感じする。会長の言う通り、うん、これがペアリングです。いや、私何よりほんまに会長のお肉とガツンとした日本酒合うよう の、 確かに答え合わせできたんが一番嬉しかった今、うん、こうやってほんまに実際合わせて飲んで、うん、合うんやみたいなこの発見が面白い、ね、これだからイベントでこうやって500円のチケットでいろんなとこ回れるからそれができるわけよ。確かにまだ1個あるけど、いや、買い足しますよ。あ、買い足すのまだ、やったー、行こう行こう、行きましょうよ。いっぱいあるよ。そうですよ。あ、え、ボンチョビカレー、いつもカレーの、え、カレーも日本酒出したあるやん。そうやって。すごいね。キノコ三昧キーマ、パパド添え。マイタケだ。キノコとミンチですか。カレー出したはんねん。すごいね。なんかそれでね、どう合わせるかもあるけど、こっちは？串カツ。あ、お、ほら、ゴーヤピクルスとラフテー。ラフテー行きましょうよ。ゆいまーるさんだ。ゆいまーるよ、沖縄料理ね。どうですか今日は。今日はそうですね、たくさんの人に来てもらって大盛況かなと。全員こう笑顔で。あ、そうですね。お客さんも皆さん美味しかったとか言ってくれますし、結構皆さんやっぱすごい量って言ってくださるのでいいですね。ね、通った人もラムテーも美味しいしピクルスも美味しいねって言うね、勧めてもらいましたもんね。ねえ。
はあ。あ、これもちょっとしっかり系。でも飲みやすい。うん、そうね、うん。アウターがええかも。なんかズーンって来なくて、うん、なんかサラーっと柔らかいね。これキレじゃない？キレもある？うん、キレも。あると思うし、あるね、うん、喉越しがすごく優しい、すごくスッと入ってくる体に、うん、うわ、お酒ばっかな、はいはい、じゃあラフティー、はい、やわらかっ、うん、本場の味、濃いラフテーにしっかりとした味のあるお酒合わせて、はい、シラフ、何だろうシラフ、サラチ全部クリーンにしてくれますね、そういうこと、ね、うん、そういうこと、確かにこれ500円はすごいイベントやなおかしい、おかしい、車が行き交う高速道路の橋や大阪モノレールの橋などコンクリート構造物に関わる補強・メンテナンス工事を担うのが岸和田市に拠点を置く K クラフト。弊社のミッションは社会の当たり前を維持し続けるためにより安全により安心できる施工力を用いてより良い街づくりを担い最高の仕事を成し遂げること。匠の技で安心な未来へ、株式会社 K クラフト。いろいろ行きましたけども、やっぱり、はい、なんや言うてもソナさんは行かなきゃいけないでしょう、ま、いつもの味確かめに行きますか。高原さんおるんちゃいますか、これは高原さんおるか、あ、手叩いたなんか口入ってるヘーダスタールの天の酒さんや、そうです、何合わせてるんですか、変態がまたやりました、また先週アナゴと大阪野菜のサンドイッチ、サンドイッチで合わせましたよ、ね、お酒に合う行きますわ、行きますか、どうぞ、せっかくやからね、はい、ほら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 、あ、あれだ、あ、楽しんだはる、最高です。500円で、ね、料理と合わせられるってどうですか。いや、500円は考えね、もう考えられない破格でしょ、せんべろ以下ですもんね、そう、ほんまやね、僕らも乾杯だけさせてもらえますか、一緒にぜひ、いいですか、ぜひぜひ、すいません、もうこのご縁ということで、ね、どうもありがとうございます。乾杯。ありがとうございます。楽しい。ああ、いいわ。本当に楽しい。まあ、これは結構ね、香りがコーンってくるタイプ。で、とろーっとしてる強みのあるお酒です。あと甘さもちょっと強いあるかも。うん。え、こんなちゃうの日本酒って。やば、一つ一つ味わいが全然違う。全然違う、うん、おー、うまこれ、めっちゃ美味しいね、マスタード効いてるね、お野菜のシャキシャキが感じられます、ジューシーと感じられます、タルタルの、うん、まったりしたやつを、すっきりする逆に、ね、単体で飲んだら結構重めの感じしたのに、一緒に合わせたら
すっきりした世界が広がるよ。確かに合わせる方がいいのかな。サンドイッチと日本酒合うやん。そのイベントでどれぐらい回られる気ですか。何軒行こうかなみたいなあります。目標的に。それはもう回れるだけ回ります。時間制限が19時までなんで、ちゃっちゃと回らんといけないんで。確かに今日は目当てがあってきたんです。あ、これ聞いとこう。今日私、利久さんのお酒が出てるって聞いたので、ちょっと地元の堺のお酒なんで、まあ、そこは絶対行きたいな。あ、だからそういう楽しみ方もあるね、うん、自分の住んでる土地のお酒、うん、どうなってんやろみたいなことですね。ほんまに1年に1回もったいないイベントね。もう頼んだはるわ、新しい日本酒。ここはね、大阪の地酒置いてありますから。これずっとあったらいいのよね、このイベント。毎週土日やったらええの。やったらええのに。いや、ありがとうございました。本当に楽しいですよ。はい、もう一番好きなロケですね。いいですね。こういうのがもっと続けばいいのね。なんかこう皆さんのやっぱ楽しそうなね、はい、笑顔とかね、見ながらでしたけども、はい、どうでしたか、そのイベントの反響。うん、大盛況でたくさんのお客さんに来てもらえて嬉しい限りです。これを機にね、その船場センタービルのこの10号館自体がガッと盛り上がったらいいですよね。はいはい、船場センタービルの魅力が皆さんに伝わればいいなと思います。よろしくお願いします。素晴らしい、ありがとうございます。今回はお酒というね、うん、そういう皆さんのなんかこう楽しい共通のアイテムがあったから、うん、よりなんか皆さんと近くなれた気がする。15日の方と、はい、こういったねイベントたくさん作ってくってください。ありがとうございます。お酒飲んでるね。すいません、回ってなかったかな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。堪能した。最高。楽しみましたね。めちゃくちゃ良かったです。ね、本当に。やっぱ大阪の地酒って、うん、改めて美味しいなって思ったし、うん、やっぱもっともっと知りたいと思った。はい、確かにこれがきっかけになるとね、うん、いいですしね、はい。あとこのお客さんたちに教えてもらえるこのやっぱイベント自体もやっぱ楽しかったですね。なんかみんな友達になれたわ。ここ船場センタービル10号館、やっぱそういう活気であふれる場所ですから。そうね、よりね、じゃ今日ね、知らんかった店もね、うん、ちょっと何軒かあったんで、うん、はい、今度だからランチとかディナー、うん、行ってみようと思ったもん、ね、そうですね、うん、知れるっていう意味でもすごくいいイベントでしたよね、はい、よかったと思います。はい、では最後に575でどうぞ。大阪は美味しいお酒あるぜよ。いやいや、最後高知弁土佐やん。お、よかったよ土佐。しかも結構酒どころの土佐でしかも4やったわ。ありますってとかでよかったのに。ほんまよね、びっくりした。もっと大阪出るんかな思ったら。びっくりした自分でも。さすがです、ありがとうございます。天才田口真理でございました。また後半号でお会いしましょう。はい、さよなら。恥ずかしい。天才や。カモン大阪もご覧の皆様こんばんは、 PG です。大阪を中心に活動している3ピースロックバンドで、パグじゃないです、 PUG です。これね結構あの、まあ、話が長くなるんですけど、その PUG なんですよ、いろいろ小文字小文字。皆様ぜひ応援よろしくお願いします。